味噌。味噌は、大豆や米、麦等の穀物に、塩と麹を加えて発酵させて作る発酵食品で、日本の伝統的な食品の一つである。日本料理、和食の代表的な材料として、日本国外にも知られている。食品学、人類学的には、日本の味噌は、醤油と同じく、皮脂を、皮脂を、ジャンの内国美書、国仕様に分類される。 一般的な味噌は日本独自のものであるが、東アジア、東南アジアの各地に存在する大豆や、その他の豆、穀物を原料としたペースト状の発酵調味料であるコクビ、国シオも類似性から味噌に含める場合もある。例えば、中国の豆板醤、韓国のコチュジャンを日本ではしばしば唐辛子味噌などと呼ぶ。主な原料は大豆であるが、 穀物や麹の違いで種類が豊富である。穀物に、気麹菌などの麹菌を繁殖させた麹や塩を混ぜ合わせ、発酵させることによって、大豆のタンパク質を消化しやすく分解し、旨味の元であるアミノ酸を多量に有利する。穀物由来の麹が増えるとデンプンが糖に変わって甘みが増し、大豆が増えるとアミノ酸による旨味が増す。 温暖多湿という日本の国土条件の中、職人技により製造する。現代的な食品の衛生基準との間で伝統を守りづらくなっている。原料により豆味噌、米味噌、麦味噌など、地域、種類により赤味噌、白味噌、合わせ味噌、調合味噌などと区別する。古くから日本の食生活における主なタンパク源である。また、 副食の素材が豊富になった今日では調味料と見なすことがあるが、江戸時代中盤以前はおかず的な扱いをしていた。現在でも、おかず味噌、ネギ味噌、ピーナッツ味噌、味噌ピー、金山デラ味噌、豚味噌、安断だ魚味噌、香ば味噌など、多数の味噌加工品が存在しており、日本料理に欠かせないものの一つとなっている。特に近年では、 スローフードや日本食ブームにより、味噌の良さが改めて見直されている。長年の経験では、味噌は食品として万能であることが、江戸時代の本朝食感に記載されており、その健康増進効果から、味噌汁は医者殺しと当時から言われていた。20世紀後半からは、健康効果の研究が行われている。実際の栄養価は、原料大豆の生育環境、 品種、発酵に参加する、品種、復元量の添加量など多くの要素によって変動するため参考値である。味噌には、以下のような成分が含まれる。味噌の起源には二つの説がある。古代中国の皮脂を根源とし、遣唐使により中国を経て伝来したとされる説。語源も、未だ脂をにならないものという意味の未脂をから、平安時代に味しを味噌、 味噌となった。701年の大法律令に未必使が課税対象として現れ、守備塩という必使を管理する役職の記述もある。日本の味噌の原型は歴史が古く、弥生時代からとする説もあるが、豆を用いた現在の味噌とは違う液体状のもので、魚醤に近い。日本においては縄文時代から製塩が行われ、必使などの塩造食品が作られていたとみられる。 縄文時代後期から、弥生時代にかけて遺跡から穀物を演奏していた形跡が見つかっている。古墳時代からは、工事発行の技術を加えたものとなった。現在の味噌の起源に連なる最初は、奈良時代である。当時の文献に、未必雄、未味未生、まだ豆の粒が残っている皮塩の意味と呼ばれた食品の記録がある。また、末皮塩とも書かれ、 大宝令、大宝元年、701年の大前職場では、末干しと記される。他に味美子を、味噌の字もすでに見える。藤原家、700年前後の遺跡からは、馬つかさ、看板の使用などを担当する役所から、食品担当監視に干しおと末干しを請求したものとして、今日は、近畿今骨有用証拠し裏には、 および末日塩よく旧京を金受け馬つかさと書かれた木管が発掘されている。この未日塩、あるいは末日塩が、やがて、味日塩、味噌、味噌と変化したものであることは、和名類受賞934年頃や、ゴミ袋1264から1287年頃、という辞書に書かれている。この当時の味噌は、調味料というよりは、豆や、 その他の穀物を塩漬け保存した保存食であり、つまんで食べられた。つれずれ草にある、北条時織と北条信時が台所に残っていた味噌だけを魚として酒を、組み交わしたという逸話は、このような時代背景によるものである。大豆を原料とした調味料としては、当時は塩辛納豆が主に使われた。室町時代になると、各地で味噌が発達した。 戦国時代には主にぬかが原料とされたが、兵糧、人中食として重宝され、加工品の芋柄縄も含め、兵士の貴重な栄養源になっていた。その名残は、う葉味噌などとしても伝わっている。各地の戦国武将にも、味噌作りは大事な経済政策の一つとして見られるようになった。各地の風土、気候を反映し、材料比率を変えたり、 熟成方法などが異なる多様な味噌が製造された。明治時代の一般的な味噌の醸造期間は1から3年程度であった。明治時代の国語辞典である限界は、味噌の分類として以下の3種を挙げる。その記述では、当時の赤味噌と白味噌は、材料の豆や麹が異なったという。深かすか茹でるかした大豆を潰して団子にし、バラで包んで味噌玉としての木下などに吊るし、 カビが生えるなどして熟成したものを塩水と合わせて仕込む玉味噌は現代でも地方各地に残っている。また、味噌玉を作って味噌を仕込む方法は朝鮮半島の天山においても見られる。明治時代末期に日本陸軍領町省に勤めていた河村五郎、肘味噌創業者が麹の働きを温度管理で調節する味噌測定法を考案。醸造時間は 数ヶ月に短縮することが可能となった。当時、東京で主流となっていた仙台味噌の醸造法と共に全国に普及した。明治時代末まで味噌の原料豆を砕く道具は薄と綺ねであり、完全な破砕ができなかったため、出荷された味噌には豆の粒や欠片がそのまま残っており、使用の前にすり鉢で粒を潰し、味噌こしでしてから使った。 やがて味噌製造が機械化すると味噌を出荷前に機械でこし、家庭でいちいちすったりこしたりの手間が省ける、こし味噌、すり味噌が販売されるようになった。現在のような滑らかなペースト状の味噌が販売されるようになったのは、味噌こし機械の導入以降であるが、味噌をすり鉢でする習慣は戦後も残っていた。こし味噌は食味で劣るとの議論もあり、現在でもこしていない。 粒味噌が販売されており、鹿児島県の甘味料理のように粒味噌のまま使っている、地域もある。1926年、大正15年に、最新醤油味噌醸造法、戸か野明二郎著醸造評論者が発行されている。本書は、国立国会図書館のデジタルライブラリーで閲覧、可能である。当時の醤油味噌の製造方法がわかる。戦前の東京では、 川村が開発した味噌測定法を元にした早作り仙台味噌、早仙が普及。第二次世界大戦中には食料統制下で全国味噌組合方式、全味式へと発展し、配給味噌の基準製法になった。また、温度に着目した醸造法が各地で試された結果、大戦中の1944年、昭和19年に中田映造、マルマン、 味噌製造創業者が醸造中の温度管理の適正化を進めた多式測定法を開発、醸造時間を20日とすることも可能となった。この測定法は中田の新州味噌の醸造法とともに戦後全国に普及した。昭和30年代後半までは農村では多くの農家が味噌を家庭で作っており、昭和40年代の高度成長期とともに、 自家製味噌は減っていた。とは言うものの、仕込み味噌と呼ばれる味噌を買い、発酵と熟成は、家庭で行うということが、その後20年は続いた。1970年代、昭和40年代までは、食料品店、酒屋、三河屋などで醤油や味噌が樽から量り売りされていたが、流通の変化などで、量り売りは姿を消し、 袋やプラスチック容器などのパッケージに入ったものに変わっている。従来は袋詰めの際、添加物としてソルビン酸カリウムが使用されたが、現在は主成エチルアルコールを2から3%添加する。これにより、耐塩性酵母を殺菌し、発酵で出る二酸化炭素による膨張を防ぐことができる。なお、調整処理されていないものは生味噌と呼ばれ、 大遠征工募が引き続き活動している。1979年度、昭和54年度後期より、国家資格である技能検定制度で、味噌製造技能士1級、2級試験が始まった。味噌製造の技能の伝承を確実にしている。1級は7年以上の実務経験、または2級合格後2年以上の実務経験。2級は実務経験2年以上。科目は、 学科試験は、味噌製造法、微生物及び、酵素、化学一般、電気、関係法規、安全衛生で実技試験がある。今日では、北海道トイネッ村から沖縄県与那国町まで、日本の全ての地域に製造業者が存在する。それほど高度な技術や多額な資本投下なしに製造できることが推測できる同じ国美塩の 中でも特定地域に集中している醤油製造との違いでもある。多くの製造業者があり、他の食品と同じように商品の多機能化と差別化が進んでいる。単に素材の違いだけでなく、出し入りのものやカルシウムなどを添加したものを販売している。漬けて味噌かけて味噌など食卓に置いておく味噌も普及している。2000年、平成12年以降は、 味噌の出荷量は単調減少で、2015年、平成27年には2000年比、平成12年2割近い落ち込みである。2000年、平成12年以降でパートでのみ、その出荷は4分の1以下になっている。2009年、平成21年8月味噌ソムリエ制度ができ、味噌の普及の基盤ができてきたが消費の減少に、歯止めがかかっていない。現在、味噌は、 味噌、味噌汁は味噌スープとして日本国外の人にも日本のものとして親しまれている。味噌はジャスでは味噌と表記され、主材料によって次のように分類される。また、その製造法に近する色の違いによって赤味噌、白味噌、単色味噌のようにも分類される。大豆や麹のタンパク質と糖分によるメーラード反応による味噌は着色する。 強く蒸した大豆を多く使い、長期間、高温で熟成させると色が濃くなり赤味噌になる。一方、茹でて糖分やタンパク質を流し出した大豆を、静白した米や着色の進まない系統の麹を多く合わせ、短期間熟成させると白味噌になる。白味噌は、熟成期間が短いので色が白く材料の麦などの粒子が残るものもある。 熟成期間の長い赤味噌は保存のために塩分濃度が高い傾向にあるが、高温で長短期間に熟成を終える赤味噌である江戸味噌は塩分濃度が低く甘い。この中間として、新州味噌を代表とする単色味噌があり、全国的に普及している。一般に赤味噌は塩分濃度が高く塩辛く、熟成期間が長いのでコクがある。白味噌は、 塩分濃度が低く麹の糖分により甘い。赤味噌は東北地域、米、中京地域、豆を中心に作られている。豆は糖分が少なく、アミノ酸の材料であるタンパク質が多く含まれているので、豆からは主に赤味噌が作られている。中京地域の一部では黒い八丁味噌も含め赤味噌と呼び、その味噌汁を赤だしと呼ぶ。全国的に見て、 一般的な味噌は、米味噌であり、豆味噌、赤は、中京地域のみで作られている。米味噌の色は、黄色や黄色を帯びた、白色、赤色など多様。米味噌は、単色の場合、一般にに大豆を用いるが、赤身のかなり濃い米味噌は蒸し大豆を用いる。また、米麹が多く使用される味噌ほど、熟成期間が短く済む傾向もある。米の白味噌では、 新州味噌、西京味噌が代表的で、米の赤味噌では、津軽味噌、仙台味噌などが代表的である。西京味噌は甘みが強く、仙台味噌は辛みが強い。津軽味噌はコクがあり、新州味噌はあっさりとした口当たりを特徴とするなど、様々な特徴がある。米味噌の多く消費される地域は、東日本全域と北陸地方、近畿地方である。 なお、日本の都道府県の中で一世帯あたり味噌消費量の第一位は長野県であり、またその生産量においても長野県は群を抜いており、お焼きなど地域での名産品もある。麦味噌は生産量の11%ほどを占め、九州、中国地方西部、四国西部では主に麦の白味噌が作られている。北関東では大麦を使った赤味噌も作られている。 豆の赤味噌は蒸し大豆、あるいは煮大豆と豆麹を用い、米の赤味噌よりも熟成期間が長いので、その色は米の赤味噌よりもさらに赤みが強く、黒みを帯びた濃い赤茶色である。米味噌や麦味噌に比べて甘みが少なく渋みがありうまみが強いのが大きな特徴である。豆味噌を主として消費するのは中京圏の愛知県全域。 岐阜県美濃地方の中南部、西部、三重県北東部に限られる。豆味噌では、八丁味噌が代表的である。日本各地で味噌は作られているが、各地方で材料、風味、色にそれぞれ特徴があり、地方色の強い食材でもある。大豆と米を発酵、熟成させたもの。北海道から本州、四国など広い地域で作られている。 大豆と大麦または裸麦を発酵、熟成させたもの。九州地方で主に作られている。麦味噌の出荷は2007年以降、豆味噌を下回っている。大豆の実を発酵、熟成させたもの。愛知県で主に作られている。大豆と玄米と素鉄の実、方言で、なりの殿君を発酵、熟成させたもの。南西諸島特産。蒸気の各味噌を混合したもの。 または、その他の調味料を加えた合わせ味噌。特に、甲州味噌は、関東圏と中部圏にまたがり、米と麦の両方を使用する全国でも珍しい味噌で、ある。大豆、米、麦と塩漬けしたうり、茄子、生姜などの野菜等を混ぜて、短時間発酵させたもの。近年は、味噌を家庭で仕立てることは珍しくなったが、かつては多くの家庭で自作されていた。 味噌は、比較的自作が容易で、誰でもそれなりの出来栄え物が作れる。中世には、自分の作品や腕前を自分で自慢する、手前味噌という表現が生まれた。家庭での手作り味噌の作り方の一例を一下に示す。麹士山、宝士山、コジックはシットは、平成7年の食品衛生法改正に伴う、既存添加物として使用が認められている。 食品添加物である。この麹酸は、味噌や醤油等の製造に用いられる麹菌、アスパーチル続等が生成する、抗菌作用を持ち原料の腐敗を防ぐ効果がある、重要な物質である。ところが、その麹酸に肝臓癌などを誘発する危険性が指摘されるに至り、味噌や醤油の発がん性が問題になった。しかし、動物試験での濃度、 1>, 1から3%コンエサ投与に比して、食品中の濃度はごく微量でしかない。その後、化粧品メーカーが麹事産の安全性を確認する追加試験を実施し、麹事産の化粧品としての使用は安全性上何ら問題がないことを証明した。味噌については、古くから摂取され続けてきた食物であり、食品中の濃度はごく微量でしかないことから、 麹酸の毒性は問題にならないとされている。麹カビ、麹カビは、アスペルギルス、アスペルギルス属に分類されるごく普通の、不完全菌の一群である。このうち、日本麹カビ、アスペルギルスオーザー、アスペルギルスオーリゼーなど、一部のものが麹菌として、味噌や醤油、日本酒を作るために用いられてきた。発酵食品の製造に利用される一方で、 工事カビの仲間には人に感染して病気を起こすものや食品に生えた時にマイコトキシン、カビ毒を産生するものがあり、医学上も重要視されているカビである。熱帯から熱帯地域にかけて生息するアスペルギルスフラバスなどのカビによりアフラトキシンが生成され、紫外線の照射により強い傾向を発する。1960年にイギリスでナナメントリが大量死した。 イの分析中に、アフラトキシンが発見された。なお、1960年代に、麹菌のエオーザー、日本麹カビやエソジャエ、醤油麹カビでアフラトキシン生成が疑われたが、アフラトキシンを生成する機能は失われていることが判明している。大豆は、タンパク質やカルシウムを多く含むため、栄養源として重要である。大豆の過食部乾燥重量1 0 0ム中で、 1> 4 1 7ロカロリー、水分 12.5g、タンパク質 35.3g、脂質 19.0g、炭水化物 28.2g の栄養価がある。さらに、大豆に含まれる、ゲニステーン、大イゼイン、グリシテイン、などのイソフラボンは、大豆イソフラボンと総称され、弱い女性ホルモン作用を示すことから骨粗しょう症や、高年期障害の軽減期待できる。 これらの作用から、大豆製品の中には、特定保健用食品に指定されているものもある。骨粗しょう症予防効果、高年期障害の緩和に加えて、高動脈効果作用の可能性もある。また、乳癌や前立腺癌等の予防にも効果があることが、疫学的な調査で明らかになってきており、特に、イソフラボン配当体のゲニステーンという物質に、主要の血管申請を抑える効果があり、 それにより、主要の増殖を抑制することが分かってきた。その他の大豆の健康への効果は、大豆健康への影響を参照のこと。発酵によって作られる、脂肪酸エチル、カルボン酸、エチルエステル類が、がんを引き起こす変異源の力を抑制するという説がある。味噌汁を飲む回数が多い人は、胃がん死亡率が低くなるという調査結果がある。1981年がん。 学会。動物実験では、肺癌、胃癌、乳癌、肝臓癌、大腸癌の抑制効果が認められ、味噌の熟成度が高いほど効果が高かった。味噌に含まれるイソフラボンが、肝臓食を抑制し、アポトーシスを誘発するのではないか。さらに、味噌の熟成により、イソフラボンが肺と体から、アグリコ型に変化しさらに癌を抑制する効果が高まるのではないか。あるいは、 熟成が進行している元気な味噌には、癌予防を含めた、生理活性物質が産生されるのではないか、と言われている。血圧低下の効果もあると言われている。また、味噌の熟成に伴うメーラード反応によって、生成する褐色色素のメラノイジンは、インビトロでは抗酸化作用、活性酸素消去活性、ヘテロカイアミノ化合物、発がん物質に対する脱変異原活性など、 有するとされている。味噌は、優れた、抗酸化能力を有し、味噌のラジカル補足能力はその大半を、メラノイジン画になっており、味噌の色調が濃いほどその能力が高まっていると、されている。長崎の被爆一種の秋月達一郎は、自身、患者、職員に、原爆症が発症しなかった原因は、玄米と味噌汁によるものだ、と述べている。秋月の体験記である。 長崎原爆機は、長崎1945と翻訳され、この話は広く欧米社会にも伝わっている。1986年のチェルノブイリ原発事故の際には、西ヨーロッパ諸国では、味噌は放射能障害に効果があるという説が広まって、味噌製造元に注文が殺到し、輸出量が通常時の数倍増になったと報告されている。味噌と放射能の関係を調べるために、 伊藤明弘教授、1999年当時、広島大学放射線医科学研究所教授は、マウスを使った動物実験を行った。普通の餌、味噌を10%含む餌、味噌と同濃度の食塩を含む餌、味噌と同濃度の醤油を含む餌を1週間与えたマウスに、抗染量 10G、グレーから 12G を全身照射し、 3.5日後に生き残っていた個体を病理解剖したところ、小腸の線化組織の再生率に優位な差があった。味噌が最も再生率が高く、ついで醤油、塩、通常の餌を与えたものであった。また、味噌の熟成期間についても、同様にマウスを用いた比較実験が行われ、熟成をしていない味噌と10日熟成の味噌とでは、異は認められなかったが、 260日熟成した味噌では高線量の放射線照射後の象徴線化さの再生率や生存率が高まることが確認されている。マルコメと東京工科大学応用生物学部美科学研究室、前田健二教授との共同研究により味噌には肌の保湿やキメを改善する効果のあることが発見された。これは味噌の抽出物が 角層でセラミドを合成する酵素を活性化させることが原因という。塩分摂取量と胃がんの発生率には性の相関があることがわかっている。ただし、味噌の塩分による胃がん発生率上昇のリスクは同僚の食塩よりも低い。また、通常高血圧を引き起こす塩分だが、味噌は血圧をほぼ上げない可能性が動物実験から示唆されている。 味噌の大豆タンパクが血圧加工に作用していると思われる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。